皆さんよろしくお願いします。哲学とです。今回も、ひと夏の夢続きやっていきたいと思います。前回なんとバッドエンドの方に行ってしまったので、まあちょっと分岐のあるところから始めて、まあトゥルーエンドを目指したいなっていうところですね。で、まあここで、まあ途中で、ピアノの音が聞こえたところで、まあ、体育館に行くを選んでみると、俺はその旋律に誘われるように体育館に足を進めた。体育館の扉を開けると、オレンジ色に染まったステージの上で、さっきと変わらずにピアノを弾いているしのいの姿があった。しのいは俺に気づく様子もなく、ピアノに没頭しているようだ。しかしこうやって見ると、ピアノの大きさに比べてしのいは本当に小さい。ここが高校で、しのいがこの学校の制服を着ていなければ、どこかのお子様が悠長にピアノを弾いているんだと先生に追い出されそうだ。そんなことを考えているうちに演奏が終わって、しのいがはぁとため息をついた。パチパチ、俺が拍手をするとしのいは驚いた勢いで鍵盤をいくつか叩きつけ、不協和音が体育館中に響き渡った。須貝さん、いつからそこにいたんですか？ついさっき。途中で声かけづらかったし、練習の邪魔かと思ってすぐ帰ろうとしたんだけど、ついつい終わるまで聞いてしまってたよ。そんな、私のピアノなんて聞いていてもつまらないです。そんなことないって。俺、音楽のことよくわからないけど、ピアノって簡単に弾けるもんじゃないんだろ？しのいはため息のような声を出すと、顔を真っ赤にしてそのままうつむいてしまった。なんだ？俺、何か変なことを言ったか？改めて考えてみると、こうやってしのいと二人で話したことがなかった。いつも鏡の後ろで様子を見ながら話しているという印象が。依然無口なままの彼女。言葉をはさはす俺。今もしかしてものすごく気まずい。私、手が小さいですから。ね？しのいが自分の手を、手に目線を落とす。手も小さいんです。ピアノには向いていない手なんです。その手を俺に向けて広げた。反射的にその手に自分の手を合わせてみると、俺の指の第二関節よりも低い位置にしのいの指先が重なった。そして再びため息にも聞こえるそれを発して、自分の手を引くと、しのいは真っ赤になってうつむいた。なんていうか、間が持たなかった。俺の周りには基本的に自己主張の激しい奴が多い。レイジやカナ、それに押され。こいつら俺が何も言わなくても自分から一方的に話し倒せるくらいの勢いを持っている。本来自分から人と話すことを面倒くさがる俺にとっては勝手に話してくれる分楽だった。コミュ障属性は全くないです。しかし今、しのいという自己主張の全くないキャラを目の前に自分から話しかけておいて、俺はどうしていいかわからなかった。こうやって考えている間も練習の邪魔して悪かった。じゃあな。で行けばそれで終わってしまうのかもしれない。でもこの沈黙は続けば続くほど、そのセリフはなかなか喉から外に出てこなかった。沈黙とオレンジ色の光に包まれ、俺たちはただ何をするでもなく時間だけが消化されていった。なんでしのいはボーイに入ったんだ？マミちゃんとはお家が近かったから、昔から仲良しです。私、その頃からピアノを習っていて、それを知っていたマミちゃんがこの活動に誘ってくれたんです。香川としのいが昔から仲が良かったとは知らなかった。それでもしのいが人前で演奏することを好むタイプには見えなかった。本当は香川のやつに脅されてバンドやらされてるんじゃないのか？冗談交じりで言ってみる。そんな冗談もしのいには半ば本気で聞こえるらしく、困った顔をしておどけ、おどと答えた。ピアノは好きですから。また真っ赤になってしまった。ピアノは好きだけど、香川は好きじゃないんだな。そんなことないです。
冗談通じないやつ。俺の中で忍びはその位置づけになった。そんなまっすぐな反応を見て少し面白がり始めている自分は結構根性が悪いなと思って苦笑してしまった。マミちゃんもレッドアイの曲も好きですから。そう言ってピアノを閉じて椅子から降りた。忍びを見る視線が椅子に座っている時より下がった。ああ、練習の邪魔して悪かったな。いえ、ちょっとここの雰囲気を感じたかっただけですから。雰囲気？練習だけならお家でもできますから。ただここで実際に人前で弾くんだって思うとちょっと緊張しちゃうんです。忍びの言うちょっとした緊張は普通で言うさっとしたの緊張ではないのかと思ってしまう。明日人いっぱい来るんですよね。そうだな。例年で言うとこの学校以外の近隣の学校からもライブのために来るやつらとかいるからな。しのいなら大丈夫だって。しのいの弾くピアノ聞いているだけでなんていうか心に響くっていうのかな。しのい？パターン。しのいが真っ赤になりがいかにも軽そうな音を立ててその場に倒れた。しまった、ちょっとストレートに言い過ぎたのか。痛い。頭を押さえながら復活。なんだか俺の方が明日のライブが心配になってきた。自宅に着いた時にはもう日は暮れていた。ただいま。おかえり。遅かったわね。夕ご飯できてるわよ。夕食を済ませて部屋でゴロゴロしながら何もなく今日振り返った。葉月水菜、絶対に思い出すとでも思い出せないもどかしさに負けて思考はいずれ別のところに向かっていく。はーい、もしそっち持ってくれ。学園祭前日、教室では最後の準備に取り掛かっていた。ってなんだよでっかい看板は。ああ、こういうイベントではインパクトが大事だろ。これ見た目通りめちゃくちゃ重たいじゃねえかよ。こんなもんどうやってここまで運んできたんだよ。細かいことは気にするな、星木よ。こいつといるとたまにどっちが常識なの。こんなもんが倒れてきたら大事故になりかねないぞ。ああ、結局二人ではもてずクラスの暇そうな連中を3、4人呼んで教室の中に入り口に立てかけた。しっかりとロープで固定しておかないとな。あ、ここが大事なんですね。そう言ってレイジャーロープを取り出し看板を固定していた。それにしても暑いな。今日は午後から学校に来て今はちょうど2時を過ぎたのに思わずそんなことも口にしてしまう。教室に入るとひんやりとした空気や一気に重労働ものを折れた俺の体を冷やしてくれた。俺はもうこの教室から出たくない。多分なんですけどこれでいけるんじゃないかなと思うんですけど。で仕込み？あ、で、これでスキップなんですね。で、既読はまあスキップされると思うんですけど。
そんなんじゃねえよ。それに俺は。俺は？とにかく何でもいいだろ。ほらもう帰ろうぜ。で18日を迎える。ついに学園祭本番当日を迎えた。で、うん、でもなんか事故に遭っちゃうんだ。いや俺が残るようにしちゃうとダメなのかな。ああ頼むにする。そもそもこの選択肢が違うんですね。なんでしょうね。もう本当に最初の初っ端なのかな。コーヒーじゃなくてスポーツ飲料選ぶ。うん。ここはスポーツ飲料だ。ちっとスポーツ飲料のボタンを押してある。からあることに。まさかな。赤い鍋であったかいの。いくらなんでもスポーツ飲料が温かいはずは。それ以前に夏にホットコーヒーが存在する自販機自体がなかなか不祥事。きっと業者が通りませんだけだろうと思い、取っ手に突っ込んで俺は絶望した。温かい。いや、むしろ熱い。そのスペース飲料の缶はこれ以上にないほど熱られている。くそ！こんなの飲めるか！ではもう一度カレーを入れてラインナップを眺める。あったかいスポーツ飲料なんてありえないだろう。ここはやっぱりコーヒーだな。ちゃんという音がして、なぜだ。出てきたしょ、これ混ぜて。しかも温かいとは、これいかに。なんだかこの自動販売機に呪われてるような気がした。もういいや、さっきと同じコーラを買おう。あ、まったく、今日はなん？ひょいとそれを拾う。幽霊ね。バカバカしい。これで体育館に行くにするんだと思うんだよね。いやーこれなんか難しいですね。で、
いや、俺が残るよでいいんじゃない。いやー、これ難しいですね。まあ、ちょっと次回どの選択肢が正解なのか調べていきますかね。あれ、なんか次のループみたいなの書いてますか。なぜだろう、朝に関して何か忘れているような感覚によって、何か大切なこと、レイジのやつ、わざと俺のジュース飲みやがったな。俺のコーラが飲まれたせいでもう一度ジュースを買いに飲むかもある。途中で死ぬとカーガが楽しそうに何かを話して、おはよう。おはようございます。おう、おはよう。二人とも自分のクラスの準備をサボってるのか。ちょっと休憩しているだけよ。な、そういえば、もう死ぬ意味で何か言うか。なんだっけ。なんですか。な、そうだ、指。指？自分で言ったわけよ。それを気味悪かってか、しのいの顔色もあまり良くなかった。あ、ちゃんと。あんたさっきから何言ってんのよ。しのりん困ってるじゃない。いや、悪い、なんか暑さにやられたみたいだ。あれ、あんたの頭は年中やられてるんじゃないの。ほっとけ。教室に戻ると、今度はレイジの美味しい焼きそばの作り、そのおかげで俺は今後5年くらいは焼きそばを作らなくても後悔しないからなんだ。やっとの思いで解放されると、レイジはバンドの打ち合わせがあると言って教室を出て行った。さて、俺は帰ろうかな。レイジと別れ際に、暇だったらリハーサルに見に来ないかと誘われたが、あまり気乗りがしなかった。なるより、満腹のこの体が重い。急にあくびが出て眠気に襲われる。教室は冷房がついていて乾いてきた。満腹だし、ここで少し寝てから帰るっていうのもありだ。俺は教室の隅に椅子で専用のベッドを作って横になった。大月、起きろ。うん。ぼやける視界にオレンジ色の光が差し込んで、俺は目を細めたまま体を起こす。お前ずっとここで寝ていたのか。レイジか。リハはどうしたんだ。何寝ぼけてるんだよ。もう終わったよ。時計見ろ、時計。そう言われてぼやける視界の中、教室の時計を見上げる。ああ、タイムスリップって本当にあるんだな。バカか。そんな小規模なタイムスリップしても仕方ないだろ。お前にバカって言われるとこれ以上にないくらい理不尽だ。それじゃ俺は帰るからな。こんなところで爆睡して風邪ひいたとか言うなよ。ああ、じゃあな。レイジが教室から出て行って、俺一人になった。気がつくと結構汗をかいて体がじっとりとしていた。教室の冷房を切られていないらしい。それを認識すると、窓から差し込む夕日の光が無性に熱く感じる。それでも、真昼に帰るよりマシかと思いつつ、俺はカバンを取って教室を出た。廊下を出てしばらくするとピアノの音色が耳に届いた。昼間は文化祭の準備に来ていた生徒ももう誰も残っていないようだった。ただその音色だけは流れ込み、引き寄せられるように俺の足は体育館へ向かった。ピアノの旋律が広い体育館中に響き渡っていた。その小さな手から想像がつかないほど厚みを帯びたピアノの音は夕日に溶け込み俺を包む。俺はそのままその演奏が終わるまで聴き入っていた。やがてその演奏が終わるとピアノの蓋をゆっくりと閉めて、ステージからゆっくりと小さな生徒が降りてくる。よう、
さん、いつからいらしたんですか？ちょっと前からな。せっかくの演奏中だったから声をかけられなくてさ。恥ずかしいです。恥ずかしがる演奏じゃないと思うけどな。しのぶがいつものように顔を真っ赤にしてるつもり。ん？いつものように。いつもっていつもって。スナイさんはこんな時間までどうしたんですか？ちょっと教室で居眠りしてしまってさ。起きたらこんな時間で、帰ろうとしたらピアノの音が聞こえてきて、ちょっと立ち寄ってみたんだ。なんかループものみたいな感じ。昨日こそこんな時間まで練習か？はい、まだちょっと不安ですから。不安？私、練習ではうまくいって本番では結構間違えちゃうこと多いんです。どうしても人前だと上がっちゃって、だからちょっと残って本番をするこの場所で練習していました。俺が聞くと完璧に聞こえるんだけどな。それは買いかぶりすぎですよ。本当に指は5本だよな。実は6本あるんですとか言った方が俺は納得できるくらいの演奏だと思うぞ。そう言うと、しのりが反射的に両の手のひらが俺に見えるように前に持ってきた。ちゃんと5本しかないですよ。なあ、そうだな。間違いなく5本だ。さっき会った時、私に何て言おうとしたんですか？ん？何が？さっき、マミちゃんと一緒にいた時、私の指がどうとかって言っていましたよね。ああ、それは俺の気のせいだよ。そりゃ寝てたら夢くらい見るよな。そうなんですけど、なんていうか、それが昨日までの記憶だったような夢なんです。ん？私、夢の中で指を怪我しちゃって、どうして怪我しちゃったかは覚えていないんですけど、そのせいでもう二度とピアノは弾けなくなっちゃったんです。お互いループしてる。そんな夢を見ていたような気がします。しのぶが両手を今度後ろに組んでピアノのあるステージの方に少し歩みた。その先にあるピアノに夕日がさ反射して、しのぶの輪郭を逆光で溶かされ、俺は目を細める。その瞬間、脳裏に屋上で一人の少女が浮かんでは消えた。しのぶは立ち止まり、じっとピアノの方を見つめていた。まるでそのまま時間が止まったように、その場から動かない彼女。しのい、どうしたんだ？すみません、ちょっと。声がわずかに震えていた。俺はしのいに近づき、肩に手を置いた。すると震えていたのは声だけじゃないことが分かった。体も震わせ、横から覗き込んだ目から涙をこぼしていた。ピアノ弾けるんですね。短くそう言うと、さらに涙をこぼし、次の瞬間、しのいが俺に抱きついてきた。短くそう言うと、さらに涙をこぼし、次の瞬間、しのぶが俺に抱きついてきた。唖然とする俺と。一体何が起きているのか把握できなくなる。夢の中でピアノが弾けなくなった時も、私たくさん泣いたような気がします。おかしいですよね。ただの夢だったのに。私は最初から怪我なんてしていないのに、今こうしてピアノが弾けることがすごく嬉しいと思えたら、今度は自然と涙が出てきちゃって、ごめんなさい。嬉しすぎて泣いてしまいました。涙を流してあら笑っていた。そんなしのぶに戸惑いながらも、俺は彼女の背中に手を回した。少しでもきつく抱き寄せようとすると、そのまま浮き上がってしまいそうな見た目通りの細い線を潰さないように優しく支える。やっぱり私、ピアノが大好きです。大好きだから、ずっと
ずっと続けていきたいです。しばらくしぼりが泣き止むまで二人そのままの状態が続いた。やがてしのぶからゆっくりと体を離してまたピアノの方に少し歩く。不安だからあんな夢見ちゃったのかな。逆光の中でしのぶがつぶやいた。後ろに組んでいた手を前に伸ばしピアノから反射してくる光を手のひらで受け止める。明日本番なんですね。緊張しているのか。少しだけ。でも本番が始まる直前からすごく緊張しだすんです。そんなに緊張するのが分かっているのによくバンドメンバーに入ったな。もしかして香川にでも落とされたんじゃねえの。昔からご近所さんで仲良かったですし、歌ってる時のマミちゃん本当に楽しそうですから、私もそんなマミちゃんと一緒にピアノが弾きたいなって思って。それと。それと？やっぱり好きですから、ピアノもレッドアイも。いない城山かいな、手つむ。私ペラペラといろいろ喋っちゃった上に、須貝さんに抱きついたりなんかしてすみません。ん？別にいいんじゃねえか。変なこと言っていいですか。うん、健全な高校生としての自覚のあることなら言っていいと思うぞ。少し飛ばしに行ってやったが、しのぶは今にも頭から湯が出てピーという音を立てそうな勢いだった。むしろ自覚のない変なことをしのぶが言ったから言ったで大変だと。今度は俺の頭が沸騰するだろう。気を悪くしないでくださいね。大丈夫だぞ、多少の下ネタならレイジのおかげで耐性があるから。しのぶから分かりやすいリアクションが取れた。面白いことは面白いのだが、これ以上からかうと本当に湯気を出しそうだ。湯気ならまだいいが、プスプスと言って煙を吹き出しそうな感じがする。少しずつ気を収めながら、しのぶが上目遣いに俺の表情を覗き込んだ。前にも同じような会話を須貝さんとしていたような気がします。一呼吸を置いてしのぶが目をそらした。日が差し込む窓を見つめ、次の言葉を探した。そろそろ帰りますか。いつの間にか時間も時間になっちゃいましたし。やっぱり自分で変なことを言ったと思ったか、すぐになかったことにしようと違う話を切り出したようだった。うん、そうだな。こんな時間まで付き合わせてしまってすみません。俺が勝手にここに来て勝手に残っていただけだよ。自宅に戻り、用意されていた夕飯を食べてから自分の部屋のベッドで仰向けになる。ああ、ちょっとまあなんかストーリーが進展してきたみたいですね。じゃあ一旦ちょっとここで行きたいと思います。どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方もお願いします。哲学堂でした。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は、右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。